やばかったな。やばすぎおじさんだったな今。まあね、びっくりしたわ。まあでも、まあ、そういうこともあるよ。まあ、それがPUBGだし、そういうことよ。他のゲームでもさ、マジか今のってあるじゃん。ジャンプしてヘッド抜いてくるみたいな、ああいうのがさ、それでやられたらもう終わりだからさ、結構印象に残りやすいよね、PUBG って。このゲームだったら別に、ああ次のラウンドあるわみたいな感じになるけど、まあね、FPP 面白いね。俺も大好きで、ガンガンいけるからね。まあ FPP ならではの動きが俺できてるか分かんないけどな。あんま別にそんなにやってるわけじゃないじゃん。FPP だけはね。まあ、最近はやってるけど。そう、20分ぐらいかけてワンミスで終わりだからね。今みたいなのもあれだしね。ドーンって言って終わりだしね。あれで、ね。かなり正解を踏んだ方だと思ったけど、大きなミスはなかったけど死んだりするからな。それがこのゲームの怖さでもある。 TB とかな、ミスなくても殺されるから危ねえ。ショットガンナーがいるな、一階に。上だな。なんか待って、やっぱ上だよな。テスもさっきまでずっと言ってましたね。上だな多分。いや下だった、全然違った。上と下ねえからな、わかんねえわ。横わかるけどね、このゲーム上と下がないかな。一応警戒しといてよかった。ワンチャンあるかなと思って。フラバンね、フラバンなんかね、効かない時があるのが嫌だな。なんかあんま安定しないっていうか。いるね。上っぽさあるけどな。いた。終わりかな。いやまだだ、まだいいぞ。下だな。ネット欲しい、ネット欲しいな。下まだいるな。
欲しいもの手に入った。まだもう一人いるな。もう一人がな、どうしよっかな。ソベから詰めてみるか。全然音出してこないタイプだな、ラストの一人。俺が音出した時に合わせて音出してくるぐらいだもんな。何回煮るのやら。待ち構えてんのかなこれ、どっかで待ってそう。またどっかで落としたな今。ショットガンか。どこにいんだ。わかんねえな。なんだ。なんだなんだ。来ないね。これでいいや。撃ってきたら撃ち返す。ハミニロゾ行こう。4キルしたし。AK とスカー。AK とスカーは全然タイプが違うからな。そもそも5ミリと7ミリだから。あまり比べようがない気がするけど。このゲームどっちが強いとかってあんまないよね。明確に明確に介護感みたいなのってあんまなくない。まあ、バランスがいいってことなんだけど、つまりすごく武器のバランスがいいと思う。たらしみにてめえはダメだ。いなかったのかな。なんかいなかったっぽいな。全然見えないし。撃ってこないな。ん？予選の子守？あ、別に。そもそも大会で楽しいゲームかって言われたら、そんな感じはしないんだけどね。俺からするとね、結構。GO とかって大会とかで出ると多分すごく楽しいかなって個人的に思うんだけど。ファジーってどうなんだろうね。感染システムもまだ難しいと思ってるし、感染システムこそかなり課題じゃないかな正直。オーバーウォッチ以上に難しくない？感染のポイントが。もうそれも知識とかじゃなくてさ、なんだろう、100人いるっていう、もうすでにそこがもう難しいから、どう解決するのか個人的に楽しみだよね。花野さんミニアお嫌いですけど、いやミニアむしろ大好きですね。強すぎるぐらいだと思ってるから今言ったんだけどね。そのあまりにもミニが強すぎるっちゅう話なの。あれ、けなしたつもりはなかったんだけどな。まあなんだろう、まあ、FBB だけじゃ入らなかったのは間違いないと思う。それは間違いない。日本じゃ特に入らないだろうね。
感染っていうのがね難しいの結構。オークランドとか見ても思ったけど、曲がりにくいよね。マップが広いしね、しょうがないよ、ね、全部理解はできない。授業とかってね全部理解できるけどね、マップが狭いから。まああとなんだろう、情報の数がそこまで多くないからさ、まあ当たり前なんだけど、ハブジーに比べて情報の数が少ないからやりやすいよね、そういうの。大会とかやりやすい。145位から2000位まで落ちた。今でもリーダーボード更新されてなくないですか？わかんないけど、俺だけ？なんかリーダーボード止まったままなんだけど、ずっと。多分あれじゃないですか、前の残像みたいなのが残ってて、なんか落ちちゃっただけとかじゃないですか。ポイントだけ入ってないみたいな。そう、大会参加者がみんな配信しないとね、配信しないと厳しいけど、配信すると難しいってね。大変だよ、あらゆる意味で。あ、今治ったの？あ、治ったんだ。スタッツサイトがぶっ壊れてるだけ、もしかして。俺スタッツサイトこの間見たときまだぶっ壊れてたんだけど、それも治ったのかな。あ、そうなんだ、治ったのか。もう知らなかった、情報が古かった。俺が覚えちゃってる間に治ったのかな。情報が多すぎてね、大変大変だと思うわ。端行くか、暇だし。光線がなくてつまんねえな。端っこ行くわ。まあね、あれ2チームだからさ、どっちも主役になれるじゃん、試合してれば。主役になれないんですよ、PUBG って。画面外に映らないまま大会を終える人もいるから。てかそれがほとんどじゃん、正直言うと。だから主役になりにくいんだよね。めっちゃ難しいよね。すげえむずいと思う、マジで。スナイパー持ってんのかな。ウンピーだけか、しけてるな。しけてやがるぜ。チョッキかなと。こんなもんか。あ、いや、新品のチョッキがあるな。てか敵来てるな、敵来てんぞ。行っちゃった。いないよね、もう一人いたら笑うんだけど。でもあの位置いないことはないよな、確かに。あんなとこにいたら逆にいる可能性もあるよな。まあでも車の音聞いて下がったって可能性もなきにしもあらずんば、小城イズみたいなとこあるけどね、なんでもないっすわ。まあ難しいとこだよな、パブッジの大会で。全てを表現するのはすごく難しそう。でもきっとブルホさんならやってくれる、俺はそう信じてる。以上です。街から押し出されてこないな、次だな、来るなら。暗黒盆踊りしてるけど誰も来ないな。もちろんもちろん、大会の見せ方とかこれからね、いろいろ試行錯誤あると思う。すごい楽しみだわ、そこが楽しみなとこだよね、本当に。実際パラクールとか実装してめっちゃいいゲームになってるしな、多分本当にいい手こ入れをしてくれそうな板。
他にいんのかなと。前の時を下にしてみた。拾いに行こうかな。プッシュあんまないしな。あ、やべ、レッドゾーンだった。やべ、レッドゾーン林だったこれ。なんか角だったよな。いや違いますね、変えましたね一応侍の時から。いや意外と下いいんじゃないかと思って、侍のアーカイブを見てて割と悪くないんじゃないみたいな。今日早く配信終わるから、ちなみに今日配信早く終わってアーカイブ作るから、頑張って夜頑張りまーす。何入れてきて、クランシュで先に打ってんだけど、何やればいい時ってありますか。高い方がいい時、そうだな、今考えてるけど、まあ車が第三勢力だった場合は撃つと隙を与えるから撃たない方がいいかな。でもそれぐらいじゃないかな、基本的には撃った方が良くない、デメリットないし。箱の中にいるうちはバレるぐらいの方がいいと思うしね。その日向かってくるやつは有利だから、有利な状態で一人削れるし美味しいと。あれどこだっけ、殺したの。この辺だったよな。消えた、死体が消えた。あれなんか上から覗いてこの辺で殺した覚えがあるんだけどな。箱がないぞ。およおよ、箱がないぞ。もっと手前だったっけ、こっちじゃなかったっけ。30しかないときでも、まあそうだね、30しかないときはそうだね、確かに撃たない方がいいかもね。撃たない方がいいだろうね、それは。上位ずれた。タブ押して普通に動くだけだよ。こんなにあれだよ、変な動きではない、複雑な動きじゃない。インベントリ開きながら動くだけで動くよ。入力の動作を一応こうなんだろう、受け付けてくれるかな、その時にやるぐらいかな。まあ、ゴルフと違うのはあれじゃないかな、そのなんだろう、映してる時間も短くなるじゃん、めちゃめちゃ。ゴルフだったら、まあ、打つっていう見せ場があるじゃん、必ず 100% 用意されてるじゃん。ワブジの場合はその見せ場すらない可能性があるからさ、相手側を映ってたら要するにそのゴルフでいうショットの部分がないわけで、めちゃめちゃむずいよ。待って、そう検問されてねえかな、怖えんだけど。危な、やべ、弾がねえ。てかリロードできてん、やべ、やらかした、これはやらかした。あっぶね、リロードしてなかった。せいはあいつ何なんだ。死体が、
を待ってくれる紳士がいた。彼の意図はどういったものなのかは全く僕には分からなかったが、それでも僕が勝ったのならばそれでいいと思いました。あ、いる。危ね危ね。危な、やべえわ。今回安全に行こう。生存重視ですわ。こんな物資あんまないからね。どこ行った？誰で？撃たれてんの、あいつ。間違えた。やべえなこれ。ちょっと待って。いや、見に捨てちゃったよ。まあいいや。わ、今いた普通に。やべやべやべ。やべんだけど、ちょっと待って。普通にいたんだけど。怖すぎだろ。残念でした。あっぶね。怖いなぁ。頭ぶち抜かれそうなんだけど、気抜いてると。グローザーは強えよ。あれドロップ武器ですもん。しかし弾。しかし弾がない。やーべ、弾ねえんだけど。あー、フライパン捨ててもいいね。悪くはないと思う。倒して斜めに漁るしかないか。いや、あぶね。止まんなくてよかった。いるね。いやー、アンプだなあいつ。勝負できねえわ。めんどくさいやつに睨まれたな。まだ睨まれてんだけど。あれ入ってんのか。まだいるぞ。まだ見てるぞあいつ。え、やばない？は？固くね？え？バリア外で3発食らって死なないの？死んだわ。なんだったのあいつ。めっちゃ勝てんだけど。は？めっちゃ硬くて笑うわ。めちゃ硬おじさんなんだけどあいつ。
言えよと。マジで言ってんの？おかしいでしょ。おかしいでしょ。この状態でさすがに卵に行くやついないでしょ。んな頭おかしいやつおらんやろ。ここで物資狙うのは頭おかしいやつだろ。やべやべやべ、早く早くリロード、あれ早く、俺リロード遅すぎなんだけど、切れそうだ。やばい、うわやば、あいてて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 て、やべえんだけど、逃げないとやばい。失踪する森。行ってバカか、マジ。あいつアホかよ、マジ。やめてくれ。おー、やめてくれ。撃たないで。撃たないで。やべえんだけど。めっちゃ撃たれてんだけど。怖えわ。本当だよな、ジュースとか何考えてんだ、考えらんねえわ、イカれてるとしか思えん。イカれですわ。真ん中にサブがいる。触れだけ欲しい。まだ撃ってるな。ゴリゴリいってるな。弾がねえ。やべ、下かこれ。本編の方が良かったな。まあいいか。うわ、やば。
やべえこれ絶望的なんだけど。よっしゃー、ナイス。あっぶねー、マジ。いやーこれコンペンのが良かった、マジで。あっぶねー、相手動いてたからな。これなんだよね。しかも、ね、結構レート高いとこで10キルドンカツできたから嬉しいです。やった、あぶねえマジで。山田きりのそうさん、100チェアありがとうございます。動画かけて動画化します、今日アーカイブ作ります、ありがとうございます。そしてネゴディスさん、100チェアありがとうございます。久々におめでとうございます、ありがとうございます。クロパンナインさん、100チェアありがとうございます。ナイス。